キャロル・ボーダマンキャロル、ジーン・ボーダマンは、イギリスのタレント。再婚前の姓はマサー。イングランド中部のベッドフォードに、オランダ人の父とエールズ人の母の間に生まれた。イギリスのテレビ番組でのパーソナリティとして、また作家として活躍しているが、彼女は、チャンネル4のクイズ番組、カウントダウンのアシスタントとして有名である。その番組内では、彼女の美貌も、 さることながら、正確で高速な計算能力でユニークな存在となっている。番組の成功も、相まって年収は200万ポンドに達し、イギリスで最も稼ぐ女性の一人である。北ウェールズのリルで育ち、ケンブリッジ大学のシドニーサセックスカレッジで工学を専攻した後、第3等級で学士を取得した。大学では、ナインズクラブのメンバーであった。2000年6月に、 大英帝国後藤君尺氏に選ばれた。カウントダウンで有名になった後、様々な番組に出るようになったが、貧困に問題があるとする声もある。年齢の割に上品さがないと批判する者もおり、2000年の英国映画テレビ芸術協会賞受賞式の際、大胆なドレスが批判の的となった。潜在のアリエールのコマーシャルに出演したため、BBC、 トゥモローズワールドの出演が打ち切りになったりもした。かつては、ラジオ DJ のリズカーショーと共に、ドーンコーラスザブルー、ティッツというグループで歌っていた。彼女の著作には、デトックスダイエットや、数読に関する本がある。ありがとうございます。